弾丸論破で一番泣いたシーンに対する反応集を紹介していきます。それではご覧ください。三章最後の夢野が号泣するシーン、田中愛美さんの演技も相まってマジでボロボロ泣いた。その前の天子の生きてくださいも泣ける。夢野は主軸は茶柱とアンジーだけど、みんなに背負わせてもらった印象がある。確かスチルナもひねられてて泣いた記憶があるわ。夢野が空き教室で殺人トリック仕組んでたんじゃないかった時のスチルが、オンで、茶柱に駆け寄る夢野のスチルが、オンだったはず。間違えてたら謝るね謝るね謝るね。その後の無理やりにでも気丈になろうとする姿もいいよね。自分で可愛いって言っといて自分で照れるとかさ。三章もやばかったけど自分はゴンタでダメだった。ゴンタくんの、ゴンタは犯人なんかじゃないんだ。お願いだから信じて、の時の竹内くんの泣き演技が、あまりに迫真でめちゃくちゃ苦しかった。あそこくずゆう味を感じた。なんだかんだ七海と宇佐美のとこが一番泣いた。オンとオンはオンが高齢術が終わって布を取り去るとき、オンは夢野さんが茶柱さんの遺体に駆け寄ったときだね。ちなみに三章は高齢術の準備のスチルも淵潮縁の2種類あるよ。なんだかんだで V3 の6章西原の叫びに泣いた。感動じゃないけど無印4章のお仕置きは困惑と怒りで本気で涙出た。V3 は無論1章もずるい2週目以降は別の感情で涙が出るんだけどね。絶対にこの人は殺人なんてしない、と思ってた人が黒なのを示す。証拠がどんどん出てきて相手の言い分も論破できちゃう時だよね。ワイゴン倒し、4章で鍵垢ツイッターでゴンタ君への今までの感謝を、ツイートしまくりながら震える手でゲームを進めて同国する。ネタバレ食らわなければ覚悟ができず鬱になるし、ネタバレ食らうと楽しみが減って鬱になるゲーム。わかる。俺も積み木の時は、本編で明かされるよりも早く、積み木犯人説が頭の中に浮かんできちゃって、おまけに推しキャラでもあったから、マジで絶望病発症したわ。V3 の2章はマジ辛いなんで、赤松さんの意思を加害者どころか、被害者にも捨てさせた？なんで？なんでよりにもよって赤松さんの願いを、依頼として受け止めてくれた東条さんに捨てさせた？ゴンタの衝撃やばかった。文字通り虫も殺せない奴がどうして、まさか違うよな、状況証拠だけで本当は違うパターンだよな、と思っててマジで黒だとね。なんか裁判中妙な言動があるなと思ったら中二病だけど、生き物が大好きですごいいいやつじゃん、と思ってたからショックはでかかった。1はアニメから入ったから大きなショックはなかった。2は推しを殺した黒が推しだった。V3? 推しが被害者や黒どころか黒幕だったが、ゴンタが犯人だ、の流れになっててもずっと、そんなわけって思ってたけど、橋を持つ方の手の話が出た時にゴンタが左利きだったことが判明する流れで血の気引いた。わい、談論で絶対筋肉キャラをしてしまうぞくけど、今までの筋肉も他人殺すことはほぼなかったから、ゴンタくんもせいぜい被害者ワンチャン生存だろって安心してた安心してたのに、実はすっごい最初の方のスチルでゴンタが左利きっぽい描写があるのだ。あのマンホールを積んでたシーンか。積み木のことが好きで通い詰めて希望のかけら一番最初に集めたから、裁判の途中で犯人が分かった瞬間きつかったな。病気や怪我をした人は自分より弱い。信頼を寄せ言うことを聞いてくれるから看病するだけど、少しずつ皆を信頼してようやく前を向けそうだった彼女が、表現した時はボタンを押すのがしんどかった。積み木田中赤松登場極原の5人が特に辛い部類か？西原くんの言う、真実から目を背けたくなる気持ちが言葉ではなく心で理解できるよね。V3-1 はそれを二度も味わえるぜ。殺人ではなかったけど七海選ぶ時が一番しんどかったです。ゴンタはもうパニック議論あたりから辛すぎた。藤崎くんが秘密を打ち明けてもいいと思える相手、あ、最推しの桃田が黒確定への証拠が積み上がっていくのが辛すぎた。西原くんの苦しい気持ちに共感しまくる。捜査のタイミングでこれ推しが黒じゃね？ってうっすら気がついた後の裁判本当しんどい。2点3点する前の露骨にこいつ怪しい枠が犯人であってくれとすら思ってしまう。電子生徒手帳は基本壊れないけど、弱点がある？耐水耐衝撃完璧だと残りはあれくらいだよな。そういえば、いや、ちょっと、待って、そんな伏線ある？2号のちょっとちょっと学級裁判成り立たないよ、駒枝くんさ。からの、おい？嘘だろ。勘はすごかった、最推しだっただけにさすがに絶望したわ。かけら集めたミオタが殺されて信じてた積み木が殺してる地獄よ。犯人が全員死をみたいな奴だったらいいのに。
犯人指名の時、あの優しい顔の状態のあいつに指名するのは本当にメンタルにダメージきた。新宮寺コレキオは今でこそネタだけど普通にショックだったよ。大和田とかペコ山とかもだけど仲良くしてたのに、こいつのこと知らなかったんだな、ってなるのは辛い。新宮寺はお仕置きあたりまで行くともう笑えるんだけど、自由行動でこいつと親交深めてたから最初はショックだった。こいつの民族学講義面白いんだよ。